こちらはお名前なしですね。な質し。お名前問なだし。け来ております。安田君がプールに飛び込んで判決したの覚えてますか？あ、それあれですかね。引っ張られたやつですかね。何？多分そうや。俺がゼリーになった時のやつや。世界新記録出すっていう時に、そう。やつですかね。正月特番か。はい。引っ張られて。はいはいありましたはい。ね。半月があれ、ほとんど出ててんけどね。あれ出てたよ。俺足をハの字にせんかったら全部抜けてたよ。抵抗は一応したよな。抵抗したオンエアでな、うまいこと角度的に判決状態になってるやつを使ってくれましたけど、あれ、真上から見てたら丸出しやったからね。あら、ケツやで。判決ちゃうの？ケツや。なんとかしてオンエア乗らなきゃっていうことで一生懸命抵抗はしたんですけどね。せやな。抜けてもうたら使われへんもんな。そう思ったら残ってるな。よう覚えてはるな。ああ、こちらも来てます。三宅もも。はい。2011年の年明けにやっていた関ジャニ∞のカンピースでのメンバー全員で100メートル世界記録に、挑んでいた時のゼリー丸山です。水に包まれている丸ちゃんを見て爆笑したのを覚えています。もう俺のことはいいよ、ゼリー丸山めっちゃおもろい。ゼリー丸山あったな。話したらだってもう、記録も、あれ自体、それ記録出さんかと終わらへんかったんや。終わらんと思ったらだんだんうわーっと浮力上がってくる。なんかわかるけど、なんか景色が見えんの、向こうの。向こうの景色が見えんね、水越しに。覆われてたな、アントニー。そう思ったら、ほんまに何か残してるよね。一生懸命がゆえに残ってることやからな。そうやね。これは結果残そうとしてるね、もう。どういうことだよ。ゼリーとケツって。ツープルスやな。何もう、ケツ絡み多いで。あら。またある？愛知県、ポロキュア札幌。安田くんといえば、お尻を泡って泡立てた泡で顔を洗う、妖怪ケツ洗いがありますね。そうさ。今でも、現存するんでしょうか。ああ。これ、現存します。あ、してらっしゃいます。ね、ちょっと我々はね、最近お見かけしないですけど。そうです。一緒に入ることはあんまりないですもんね。ないですもんね。でも自分で洗ってて自分でやっぱ一番気づきますわ。さ、それをパッて思い出してさ、まあ、シャワー浴びてるやんか、ケツ洗うやん、ケツの泡は顔持ってくるやん、それで洗ってて何か思い出してブーとかなったりせえへんの？いや、もうだから、あ、またやってると思った瞬間に、みんなにいつか説明しなきゃって思うんですよ。説明？何の説明？僕また妖怪ケツ洗いしてたなって。いや、説明ちゃうやん、報告やん。知らなって思ってるんですけどね。え、で、それは日常茶飯事のことなん？頻度高いですよ。今でも。家でも？家でも。打率どれぐらい？88割。88割？ 88割ぐらいですね。88？ 10 打席につき、8打席ぐらい打ってます。いや、それわかります。8割やったらわかります。ええ。結構な頻度でいく。なんでなんでしょうね。来たなとは思えへんの。いや、泡のもったいなさのが気になるでしょうね。別、そうそうそう、別のとこでもええやんか。じゃあ。最悪脇でもいいやん。毛で泡立ててんやったら脇毛で泡立てりゃよ。ああ、確かに。確かに。そういう構えがないから。何でもええんや。妖怪脇洗いも出てくんの。お前は。多分、後ろから前って、普通の流れじゃない？普通は、普通はというか、大体大半はさ、その泡立て用のやつで泡立てて、そうやな、ネット、泡立ちネットとかあるやんか。ありますね。うん。普通そうやん。普通って。まあでもしっくりけえへんやろ。やつの手に馴染んでんのが自分のケツで泡立てた泡がええやん。流れがそうやから。いなくなってほしいと思わんからね。まあ、そうやな。うん、見かけなくなった時、ヤス、うん、に何か変化が起こった時やさ。いつでもいっぱい呼んでな。ヨガ決算だよ。ヨガ決算だよ。別にオファーはないよ。ないです。ないよ。見ないでメディアに出ていかへんから、ね。いや、身内内でいいから呼んでくれよ。書籍から始めてください。書籍から始めましょう。妖怪決算の表し方とか。水木さん呼んでくれへんかな。水木しげさん。さあ、では、ヤス君も後ほどまた。